右回りに並んでいるよ。右はどっちかな？右と左。そうそうそう、こっちがちっちゃくてこっちが青、大きいの。そうだね。こっちが何時を表して、こっちが何分を表すからね。うん、いいね。長い針が12に行って、短い針が4のところに来たら、これは4時です。じゃあこの4時から長い針を6のところまで回してみて。6のところに回してみて。さあ、見て、ほら、短い針はさ、今4と5の間にいない？間にいるね。これは4時半です。2時です。そう、やったー！ 2 時。長い針どこから来る？25。そう。目覚まし時計が同じ時間を指しているのはどの時計？はい、せーので答えて。せーの、これ時計。さっさと寝る時間は何時ですか？9時。はい、はい、ピンポン。はい、これが9時です。分かった？この絵本は長針を動かすと、タッチもこういう風に本物そっくりに動くので、子供も覚えやすく、私も教えやすかったです。